リックオアトリー。ちょっと真帆ちゃん、先にお菓子出しちゃダメだよ。今年はお菓子を山盛り用意したんだ。早く誰か来ないかな。ハロウィンって可愛いモチーフが多いから絵描き心を刺激されるのよね。お茶会でハロウィン風の飾りを使ってみたんですが、予想以上に好評で驚きました。お化けの形のクッキー可愛くてつい買っちゃったんだ。後でみんなに配ろうっと。やけにみんなのテンションが高いな。え、ハロウィン？まずい、何も用意してない。トリック&トリート、お菓子をもらっていたずらするぞ。ガオー。忍がお菓子を忘れた？仕方ない、気は進まないけどいたずらをするしかないわね。いぶきさんから黒猫のクッキーをもらったんですけど、お返しが。私覚悟を決めます。先にクッキーをあげたらお返しがないからいたずらをどうぞって。ノアがお菓子忘れたアピールしてるんだけど、なぜかいたずらする気が起きないんだよね。ハロウィンなのにお菓子を忘れちゃった。これじゃいたずらされちゃうな。今日がコウモリ、明日はお化け、明後日が、あー、もうハロパでやる仮装のネタがないよ。ハロウィン限定のお菓子はパッケージも可愛いし差し入れにぴったりなんだよね。全然知らない人に声かけられていっぱい写真撮っちゃった。うふぅ、ハロウィン恐るべし。ハロウィンパーティーにはお手軽華やかなサングリアがおすすめだよ。ハッピーハロウィン。何よ、柄じゃないって言いたいの？今年はヒーローにスイートポテトをリクエストしたんだ。楽しみだな。なぎさちゃんリクエストのスイートポテト、一つだけ栗を入れてみたの。驚いてくれるかしら。ハッピーハロウィン。自分もお菓子を用意したんだ。みんなの口に合うといいんだけど。シスターに渡すためわざとお菓子を持ってくる子がいるんですよ。素敵ですよね。学院にお菓子を持ち込むのなら上手に隠してほしいですわ。気づかぬふりも結構大変ですか。え、どんないたずらをするつもりかって？ふっふっふ、それはやられてからのお楽しみ。みんなのカバンにこっそりお菓子を入れておいたの。みんな喜んでくれると嬉しいの。かぼちゃのジャックオーランタンって可愛いわよね。私でも作れるかしら。お菓子をもらえるのは子供だけ？細かいことは気にしない。大人も思いっきり楽しみましょう。お菓子の準備はバッチリだ。好きなだけ唱えるがいい。トリックオアトリートと。トリックオアトリート。え、お菓子持ってないの？いたずらには興味ないんだけど。お菓子にいたずら、みんなと一緒ならどちらでも大歓迎ですぞ。お菓子？もちろんないぞ。みんながどんないたずらを仕掛けるか興味があるからね。ハヤテがお菓子を持っていないのはチェック済みよ。さあ観念しなさい。本当はお菓子持ってるんだけど、ココアにいたずらされたいし黙っとこうかな。イベントに参加し親睦を深める、これもまた必要なことだろう。様からのお菓子？もちろん食べますよ。代わりに包装紙を永久保存しますので。
ハッピーハロウィン。エルシーからのいたずら、光栄に思うのです。朝起きたらリビングにお菓子が置いてあったんだ。昨日からか。いや、まさかな。ハッピーハロウィーンって楽しんでる皆さんはもしかして陽キャのコスプレをしているのでは。お菓子を配って集客率向上のつもりで買ったのをしーちゃんが食べてる。買ってよかった。エミ、謎にちびっこにたかられててウケる。子供相手にもコミュ障を発揮してるのおしまいじゃん。今年の仮装はこちら、じゃじゃーん、女子高生のコスプレです。毎年やってるからもうベテランだよ。